僕サッカーやってて上海ストライカーズってとこにいたんだけど、はい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 、でその時にめっちゃ親友だったたっちゃん、はいはいはい、たっちゃんと川端たくみと三村一馬っていう4人組がいたのよ。三村一馬の妹がいたの。めちゃくちゃ小さい、もう喋れない赤ちゃん、赤ちゃん、本当に赤ちゃんで、そいつの家によく遊びに行ってたのよ、うんうん、もう俺ほんと赤ちゃんとか動物とかめちゃくちゃ好きなの俺昔から。で赤ちゃんがもう本当に可愛かったの。本当に可愛くて、うわマジで持って帰りたいぐらい。ででも持って帰れないじゃんそりゃ。なんか赤ちゃんとかってさ食べたく なるぐらい可愛いじゃん。もう食べたいみたいな。で今は食べないじゃんもう大人だから。でもその頃は本当に食べたかったの。だからその三村一馬とかお母さんとかに内緒で手とか可愛いみたいな。ほっぺとかちょっと甘噛みしてかわいいみたいなっていう、もうほんともう可愛すぎてもう本当に可愛いみたいな、もううんって なってました。元気がね、もうめちゃくちゃ大きいんじゃない。だって純平が小4の時にまだ喋れない。0歳だったらまだでも今中学生ぐらいかな。中学生ぐらいだよ。ってことは中学生はもしかしたら YouTube 見てる可能性あるかも。あるある、全然ある全然ある。てかマジで DM してよ。マジで DM してほしい。中国の頃出会った友達でなんか今もう連絡誰でも取ってないから、なんか俺らのこと覚えてるよって、仲町綾と仲町純平のことを覚えてるよって子はちょっと DM 欲しいよね。本当に DM 欲しい。うん、でも多分だけど俺らは覚えてないのよ。覚えてない。俺私も来たことあるもん、ね、俺も何回か来たことあるのよ。もしかして上海いたみたいな。そう、うん、で同じサッカーチームでしたとか本当に覚えてなくて。本当に覚えてない。でも覚えてる奴らもいるのよ、うん、やっぱり本当に仲良かった奴ら。本当に仲良かった。だからちょっと連絡してほしいわ。お願いします。でちょっと動画出てほしくない。出てほしい。中国話したい、ね、したい。中国会したい、うん、しよう。